はい。で、運動。シュート。いいじゃねえか、俺こういうゲーム求めてたんだよ。チュートリアルからいかせていただきますよ。それでこうゴリラの挙動をしてくれ。せめてゴリラじゃないじゃん、挙動めちゃめちゃ歩いてる。あ、分かった、はい、動かし方分かった。 自動じゃないんだ、こういうゲーム自動が多いんだけどね。おお、強そうになってきたね。貧しい恐竜は盲目で動かせません。コントロールモーションとは、とりあえず失敗するか。あれ動いてるよ普通に。あれ動かないって言ってなかったっけ。ナイス。でもう一回、あ、いや、やり直さなくていいのか。あーうん、はいはいはい、まあまあまあ、ロッキーじゃない。ロッキーが最強って分かっちゃったからさ、ロッキー舞台だよこんな。はい、あ、じゃあちょっと今からあなたたち死にまーす。大変だーバカーのおいだー。何自滅してるの、一発で回ったらそんなことになっちゃうの。てくれよ、何爆散したんだ。近づけさせすぎるとダメなのか。天大人、古代人の方はスパルタいるじゃん。スパルタの戦地をたくさん、あ、カウント25まあ、でもこれ勝ったろ、これ多分勝ったろ、負けることなくてか。あ、戦闘時代は自由、あれだ、やっぱスパルタさん、だ、あ、はい、じゃあ一面ゴリラ集団ね。ユニットを選択、ちょっとゴリラ対決できますか。大胆なビリーで、こっちはどうかな。25体までいけ、まあ、ビリー祭り、これでもう人類はゴリラ、あー、めちゃめちゃ振りかぶってるゴリラ、やばくない ?AOA じゃない、大丈夫かこれ、ビリー勝てるか。ちょっとビリーになるか、これビリーになろう。この動物は一人称または三人称の制御ができません。まずいな、これはビリー頼りになっちゃった。うん、なるほどね、はいはい。他のもちょっと見ていきたいな。怒ったジョーは、怒ったジョー、激おこジョー、一風で頼む。はい、レッツゴー。1v1 ここいるじゃん、ここ。これ 1v1。あ、1v1 勝てちゃうんだったらもう、絶対負けないわ。圧勝。どこからきつくなってくるんだろうな。どんどん行こうぜ。右の下のお金は、こうやってユニットを買うときに多分お金が発生するんだよ。で、コストが120なんだ、今回。なるほどね。から安めのアーチャー行ってみるか。アーチャー結構高いんだ。了解了解、はいはいはい。じゃあアーチャーを少しだけ設置して、で現代人でビリーでご了承。ビリーが前衛の弓矢で仕留める、そういう戦法。別か、やばいな。は、なんか投げてるやつ、爆弾を。お前らも自滅しちゃうの。待って、なんか右の方自滅したぞ。あー、ビリーが死ぬとまずい、ビリーが死にきるとまずい。早くそのゴリラをやってくれ。ナイスナイスナイス、これで勝った、勝った、勝った、絶対勝った。ビリーが立てたなって、オッケー。中に、古代人も使えます。現代人は別に。今回ビリーいるのかな。怒ったジョーだけでいけたりしない。ちょっと遊びがないけど、怒ったジョーだけでご利用せばいけそうな感じしちゃうけどな。
悪いけど。エース早っ。めちゃめちゃ殴っとる。あれ？まさか？ダメかこれ。強いな、無双してるな。しかも、そもそも全員2人が、おい、おい、そいつ死んでる、死んでる、死んでるよ、もうそいつ。こっちにも効果力が必要なのかな。ここら辺出してないから行ってみるか。手前のやつしかやんないから、クマーナスでちょっと縦も固め。今回は縦も固めで、アーチャー置いちゃう。これでやってみよう。ええ、さっきのやつもう一回やっていい？だったらまたこれでよくね。ちょっとこれやってみよう。いや盾強いけど、いやでもこの布陣明らかに強いな。弓の DPS が高すぎる。よく出すぎてるし、なんかさ、盾もさ、試合が始まった瞬間になんかナイフみたいなの投げてない？使用描写のコール、やばい、最強の盾ができちゃったコスト激安。コールなんだこいつ。クロスボウアネコ、アネコも出たか。ついにここ出ると思わなかったな。アネコちょっと出してみたいけど、どうだろう。卑怯なんだよね、はっきり言って。アネコはみんな知ってる通り。これ迷うな、これちょっと迷うね。アネコ行くか、今回出るか。アネコ、アネコじゃあ行くか。ちょっとなんかテンプレ的な主人で行ってみたくある。オッケー、これで行ってみよう。レッツゴー。おいおいおい、何してんの。うわ、なるほど、逃げちゃうんだ。あー、おもろい性質持ってるね。いやー、これ何が正解なんだろう。これで、もうちょっとこっちよ。で、盾をめっちゃ増やして、これで。アネコに全員やってもらう。これなんだな、多分コスト制限とカウント制限的に。これをしてほしいんだよ。で、逃げるじゃん。で、一斉に集まるでしょ。あ、猫ちょっと遠いな、お前。とりあえず、アネコにフォーカスが来なければいい。これさ、これ。あっ、傘傘傘。バカバカ、動いてる場合じゃない。撃て撃て、アネコ撃て。アネコ、何転んでんだ、お前。移動中転ぶはなしじゃねえか。これで多分射程的に届くと思うから。なんでお前こっちに逃げてくんだ。手前から、そいつから、ナイス。で、アネコもうちょっとこっちおいで、アネコもうちょっと前おいで、アネコもうちょっと前おいで。で、お前らこっちに動くの。え、ちゃんと動くんだ、臆病でも。はぁ、そうなんだ。臆病ででも動くのは知らなんだ。急げ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 。臆病でもお前ら突っ込む価値がある。お前らには価値がある。これいけるぞ、これいけるぞ。アレコ頑張って撃って、やった。嬉しい。全然クソゲーじゃない。すごく面白い、すごく面白い。これおもろいぞ、みんな全然面白いぞ。一撃食らわしたよな。盾役もやってくれる。こいつすごい優秀じゃない？こいつらはもう一撃食らわしたい。でも結局こいつらが一匹で一回で死なないんだったらこうでいいか。一撃食らわしたくか。盾役もいるもんだ。で、
AOE 欲しい。こいつら絶対弱いんだよな。わかった。俺わかっちゃった。これで、はい、はい、はい、で、これ頭ぶち抜いたりしないよね。大丈夫？頭ぶち抜いたりするなよ。頼むぞ。おい、一発なんだけど、勝った。一発なんだ。盾が優秀すぎる。盾の衝撃一撃がマジで強いな。意味がわからん。ロッキーがマジでロッキー、お前わからん。何してるんだ、どういうこと、ロッキー。あ、もうロッキー意味わからん。待って、もっと遠くか、こいつ近すぎるのかもわからんわ。何してんのこの人、肩吹き飛ばしてんじゃねえ。かなり距離取ったから、あー、わーい、分かった。俺が指令するわ。ちゃんと指令せんとダメだ。ちっこいのに 全飛びしてる。こうでしょ、こうでしょ。待って、飛ばすなよ、飛ばすなよ。これこれこれ、どっち行くの、大丈夫、バカ。まあまあまあいいわ、まあいいわ。ここここここ、なんでロッキー、お前めちゃめちゃバカな。お前がボコボコにされるだけよ。自分自殺したし。え、硬いやつを一人、あそこで死なないやつを一人設置して、で、あそこにぐちゃってなってるところにロッキーで爆破するんだ。一匹でいい、ロッキーの前は。で、これで引っ張るじゃん。で、ロッキーが撃つんだよ。あー、柔らかいな。でも行った？うわー！マジかー。お久しぶりだったなー。悪くないんだよな、作戦自体は。ここを別に即死してたからビリでもよさげか、追い抜くから。ビリ死ねな、耐えろビリ。悪くない、の使い方を理解して。なんだこれは、おい、なんだか。コスト210、カウント40、やばそう。俺に新しいロッキーいるよね。コマンドボー、ボーが出た。ボー見てみよう。これさ、文明進んでいったらおもろそうだね、このゲーム。銃撃戦なんじゃない、すごいんじゃないのこれ。今古代とか現代だけどさ、未来になってくるとやばいんじゃない。まずビリーを、フォーカスします。で、その集まったのにアネコが撃ちます。で、その後ろに、ゾウがいるから、ゾウを、盾の槍を投げてもらう。これ一撃が強いからね。これでコストが全然あるやん。で、その後ろは盾だから、こういった盾の役割もあるから、コマンド棒で固めちゃう。はい、じゃあ微妙か。アネコが仕事してないんだよね。
おー、むずいな、これ。おー、むずいな。お、おー、むずい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 。めっちゃむずい、これ。全然だわ。これね、ゲームの意図を組まないとダメなんだよね。カウント40用意されてるってことは、そんなに重いキャラっていらないんだよ。これ後半に来たから重いキャラを使いたくなるんだけど、実は違って、初心に戻る。ゴリラいけた。あーでもノックバックしただけ。ビリーが一人頑張ってる。ビリーが死んだ。殺しきれ、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 やれ、出血してる、やったファンタスティックビーストがすごい気になるんだけど。あらあら、えこれ、これまずいな。これ、かな、あれわざわざスキー選べるもん。アップな、このゲーム。攻め、あ、なんか攻めてるね。何その攻撃方法。持ち上げてないからか。うわー、